朝日オープン将棋選手権は、朝日新聞社主催で行われていた将棋の棋戦。前身は全日本プロ将棋トーナメントで、その第20回記念大会となった2001年度より、本棋戦名へと解消された。その際、システムも変更され、アマチュア出場枠が拡大。2年目からは、タイトル戦と同様、トーナメントを勝ち上がった1名が前回優勝者に挑戦する形となった。 名人戦の主催者に、朝日新聞社が加わって、毎日新聞社との共催になったことにより、本期戦は2006年度に終了した。なお、後続の期戦として、朝日杯将棋オープン戦が新設された。優勝者の称号は、朝日オープン選手権者であり、序列は、タイトル保持者と、衛星、名誉称号有資格者の次とされた。略称は、朝日とされることが多いが、 朝日新聞は選手権者としている。優勝賞金がタイトル戦以外では当時最高額の2000万円であり、日本将棋連盟の定める商談規定上でタイトル戦と同等の扱いとされるなど、準タイトル戦といえる棋戦であった。予選と本戦5番勝負により選手権者を決定した。全棋士と女流棋士2名、アマチュア10名が参加した。 予選通過者16名と本戦シード者16名の計32名で本戦トーナメントを行い、これを勝ち残った者が挑戦者となった。選手権者と挑戦者とで5番勝負を行い、勝った者が新しい選手権者となった。トーナメント方式の予選を通過した16名が本戦に出場した。朝日選手権者及び本戦シード騎士を除く全ての騎士のほか、 女流騎士2名、アマチュア10名が参加した。女流騎士とアマチュアはすべて別の組に振り分けられ、アマチュアの予選1回戦の対局は同日に一斉に行われた。予選、本戦とも持ち時間は各3時間。本戦トーナメントには予選を勝ち抜いた16名とシード騎士16名が参加した。1回戦はすべて予選を勝ち抜いた騎士とシード騎士の対局が組まれた。 全日本プロ時代の決勝は5番勝負であったが、朝日オープンの本戦決勝は1番勝負であった。ただし、制度以降で選手権者がいなかった第20回は、本戦トーナメント決勝を5番勝負としてその勝者が選手権者となった。シード選手の決定方法は、優先度の高い方から以下の順で決定した。 前回ベスト4挑戦手合の敗者全日本プロから、含めて複数回優勝者過去5年間の、朝日オープン選手権者、挑戦者タイトル保持者衛生称号者過去1年間の、前期資産下記戦優勝者過去1年間のタイトル戦、出場者1、7、までに該当する騎士を除いて、順位戦 A 級からの上位騎士タイトル保持よりも、全日本プロ時代からの本大会での実績が、 優先したため、それまで2回以上優勝していた、羽生義晴、谷川浩二、森内俊幸、深浦孝一の4人は事実上の A 級シードとなった。朝日オープン選手権者と本戦トーナメントの優勝者が5番勝負を戦った。5番勝負は日本各地のホテルや旅館、料亭などで行われた。持ち時間は予選、本戦と同じく3時間で追日制で行われた。 全日本プロ将棋トーナメントは、朝日新聞社が主催していた将棋の棋戦で、1982年度から2000年度まで開催された。1976年をもって、名人戦契約を終了した朝日新聞社は、1977年から、朝日山名人戦を開催、プロ棋戦から遠ざかった。しかし1982年、プロ優勝棋戦として、 全日本プロを創設した。全騎士を集めてほぼ横一戦スタートのトーナメントで、公平な大会と言われた。第18回からは、女流騎士とアマチュアの実力が年々上昇傾向に、あることなどを背景に、それぞれ出場枠が設けられた。全騎士と女流騎士2名、アマチュア2名が参加するトーナメントを行い優勝者を決定した。前回ベスト以上は準決勝まで、 対局しないようにシードされ3回戦からの登場であった。タイトル保持者と過去5年間の優勝者も3回戦からの登場であった。決勝のみ5番勝負を行っていた。持ち時間は各3時間。第8回大会までは3番勝負。第9回大会以後は5番勝負。年度は優勝者の優勝履歴に記載されている年度とする。ただし、 決勝版勝負の決着は翌年度であった。和優勝者、または選手権者から見た勝敗。全日プロの時代の第18回からアマチュア選手にも門戸が開かれ、朝日オープンと改められてからはアマチュアの出場が10名に拡大された。予選1回戦となるプロアマ戦10局は朝日オープンの開幕戦として、東西の将棋会館で同日一斉に開始されていた。 予選を勝ち抜き決勝トーナメントに出場するアマチュア選手は出なかったが予選がなかった全日プロ時代の第19回に朝日山名人であった山田厚本がプロ棋士を相手に3連勝した。また第24回朝日オープンでは同じく旭山名人であった吉田正和がプロに3連勝して予選決勝に進出した。 吉田はその年に奨励会初団を受験して合格し、2008年にプロになっている。プロアマエス製対局は、アマチュアの出場10名をそのままに、朝日杯将棋オープン戦に引き継がれた。ありがとうございます。